たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさエアリスにはとびっきりのドレスを用意するから楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね、その間あんたは女すらしゃできないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ思ったよりこの街に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ、そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。は？怒るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろ。ま、確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもなあ。この機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだその息その息、頑張ってこいよ。なんでもや。いらっしゃいませ。何かお探しの商品が？ん？あんたが例の何でも屋か。頼みたいのはあれだ、居酒屋で飲んだくれてるうちの親父を連れ戻してほしくてね。すぐそこの酔いどれって店にいるから、よろしくな。クラウドさん、サムさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあ、
まずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。チョコボ豆の。ここは日々の疲れを酒で洗い流す憩いの場、酔いどれです。常連さんが多い店ですか。ここは日々の疲れを酒で洗い流す憩いの場、酔いどれです。常連さんが多い店ですから、入るときはちょ、そんなずかずかと。大人の世界にはいろいろとしきたりがあって、待ってくださいよ。来てるよ、最高にいい感じ。僕と脱走しない。あんたが親父だな。ああ、わしの息子はこんなアホ面だったか。アホ面だと。とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父、俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション。あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。わかった。なんだかよくわかんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほら、お前も行かんかい。僕とダンス勝負しない。私強いわ。心震えた。どうもどうも、私シンラレコーズからデビューしたもののヒットには恵まれず、苦節7年、今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら新作なんです。よろしければどうぞ。おっと、いける、あなたなら。食べ始めたら止まらない、美味しさが加速するチョコボ豆だよ。Thank you.
待ってたよ、クラウド君。ようこそエクササイズジムダンダンダン。トレーナーのGなんだ。突然で申し訳ないんだけど、うちの会員と一勝負お願いしたくてね。本気ですかボス。こんなピヨピヨ君一瞬でむしり潰しちまいやすぜ。やる前から決めつけるのは良くないな。じゃあクラウド君、準備ができたら声をかけてくれ。勝負する気になってくれたかい？ふん、干からびたジュースタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは。後悔するなよピヨピヨ君。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃ早速始めるよ。覚悟はいいな。素晴らしいね。このまま続けていこう。いい感じだね。美しいフォームだ。その調子だよ。いい感じだね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしいね。いい感じだね。このまま続けていこう。その調子だよ。美しいフォームだ。その調子だよ。素晴らしいね。いい感じだね。このまま続けていこう。その調子だよ。いい感じだね。美しいフォームだ。素晴らしいね。その調子だよ。美しいフォームだ。このまま続けていこう。いい感じだね。素晴らしい。このまま続けて呼吸を合わせて。当然の結果だ。貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに。筋肉は量じゃなくて質だ、デンワン。そうやって見た目で人を判断する、その慢心が君たちの弱さでありクラウド君に負けた理由だ。
この子たちの目を覚ましてくれてありがとう。巻き込んですまなかったね、クラウド君。君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ。体を動かしたくなった時はいつでも遊びに来て、一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう。うわするぜ。魔術じみたこの感じはまさに。ちょ、置いてかないで、これがマテリアや。なんだあんたたち。福屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろ。な、何？でもそうだな、頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。うっ、宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよ、あれ。宿屋自販機、あれか。あれって？野暮なこと聞くなよ。んじゃ、よろしくな。自販機のあれ、見破るのはこの俺だ。感じる、感じるぜ、危険な夜の気配を。秘密の領域、いざ参らん。できることならティファと来たかったっすね。どんなお好みにも対応しますよ。あった、この自販機ですよ。パッと見は普通の自販機だが、しかし教えてあげましょう。いいですか、この手の自販機には秘密のボタンがあるんです。どこに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員して、こうズバババッと心の目で見破るんですよ。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ？ほらほら、まだ秘密のボタンは残ってますよ。おお、あれってなるほど。いよいよ最後のボタン。これは早く早くしまってください。こんなとこ見られたら。おお、大当たり、スペシャルおまけだよ。ビビ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 ビッター。おお、とにかくあれはゲットしたんで、
早いとこマテリア屋に戻りましょう。みんなが俺を見てチャンピオンってこんな気分なんだな。クラウドさん、さあさあお待ちかねっすよ。俺たちの戦利品ババーンと見せつけてやりましょう、うん、おお待ってたぜ。さあさあクラウドさん、あれを。これを。おお、マジか、すげえな兄さん。なの初めて見た。このくらいどうってことない。いやー恐れ入ったぜ。見かけによらず経験豊富だったみたいだな。まあな。くー、さすがチャンピオン、憧れます。さてと、約束の物だが、悪い、実はもうここにはないんだ。はあ、だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあないなら仕方ない、急ぎましょうクラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなきゃな。ほら、用が済んだなら出てけって。定食屋定食屋、腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。やめておくわ。いやいや。